群馬の由美子です。え今日は二千二十二年十月です。前回予告しました通り、今日はゲストに鉄さんをお迎えして、音についてソルフェジオ周波数ですとか倍音とかそういうことについてお話を伺います。皆さんもご興味おありと思いますので、どうぞごゆっくりお楽しみください。<laughs> じゃあ鉄さんどうぞ。こんにちは。あ、こんにちは。あと鉄と申します。よろしくお願いいたします。 えっと、私がまあちょっと音について特に専門性ってあるわけではないんですが大変音楽とか聴くのが好きでその中で興味を持ったことについて由美子さんが大変興味を持ってくれて、ええ、ここで話してくれと言われたので、まあ、一応、ま、おかげさまでまとめさせていただいてここで発表するということになりましたので簡単ではございますがちょっと聞いてくださいよろしくお願いいたします。あでちょっとお聞きしますけど、はい、えっと その音楽はあれですよねククラシックがお好きであ、そうですね中学時代に吹奏楽やってた関係でそこからいろいろクラシック音楽聴く会機会というのが増えて、はい、それでクラシック CD とか結構。 いっぱい集めちゃってるというような形がありますね。確かあれですね。軍軍協群馬高校楽団の定期演奏会とかも行ってらっしゃるんですね。えっと CD で結構まあ世界の超一流の音楽っていうのを多分聞いてたと思うんですけど、うん、で群馬高校楽団の地方でってなると、うん、その。 なんていうんですか世界超一流とは言われないかもしれないけど、うん、でも圧倒的に生の演奏の方がいいんですよね。うん、ね私もね一年間だけあの会員になって、うんはい、行ったことがあるんですけど、はい、やっぱりねなんていうか全然 CD とかレコードでは味わえないねそう,そうなんですよね。それでなんで違うんかなっていうところなんですよね。うん、なるほど。で,で、はい、今日ここの場所が四季島公園というところなんですけど、はい、ちょうど今 あと森の中のあのベンチとテーブルがあるところで知ってるんですけど、すごい自然の音に囲まれて感気分よく収録させていただいてます。もうこれがきょ今日あの私の売りですから実際対面してしかも鳥が鳴いてるところで収録、はい、<laughs> っていうのが、はい。<laughs> うんはい、音についてということで、えっと、話しさせていただきます最初にですね音についてなんですけど、えっと、音、まあ、最初に結論を言ってしまうとですね音というのがですね、えっと、振動というのと音の高さですねドレミファソラシドとかそういったところの高さそれから音の振動この2つしかないのかなというふうに思いますのでこの2つについて話しさせていただきますで音の振動というのがあってでこちらの方は倍音というものがあります それから音の高さととといいううののは、えっと、周波数ということで言われたりしますで、えっと、音二大要素の用語の意味ということになるんですけど倍音なんですが倍音というのがですね気温の上に重なるたくさんの音ということになりますそれから周波数については1秒間に空気が振動する回数ということになります気温についてはですね例えば「うという音があったとした時に普通の 動の音っていうの重なりあるいろんな音というのがあって聞こえない音というのがいっぱい発生しているというような形でそれが倍音ということになりますで周波数についても振動になるんですけどこちらの方は後で説明させていただきますで音の効果なんですけれども倍音というのを感じることで心地よさを与えてもらえます それから周波数については、えっと、心と体に良い周波数悪い周波数というのがありまして、まあ、こちらの方も、えっと、科学的根拠があるわけではないんですがそう言われているというものを私の体感を含めて話していきたいと思っております。で日常的な音の中で、まあ、良い音悪い音ということで区別するのも何なんですが一応そういう区別で、えっと、説明させていただきます。 最初に自然音で倍音ありっていうような形でいい音とされるのが生活音でまあ川のせせらぎだとか鳥のさえずり虫の鳴き声木々の波音自分の声人の声それから音楽についても生演奏ですね生演奏で歌それから鐘おりん賢者オーケストラ和太鼓ギターなどというのが自然音でまあいい効果があると言われています。 一方で逆にこちらの方が日常的な音なのかなと思うんですがテレビラジオスマホ車の騒音電車の轟音警笛それから音楽だと、まあ、どうしてもスピーカー音で聞くってことが多いとでこれで後で触れるんですが人工音では国際標準である 440Hz っていう周波数が多いということになっておりますでこちらの倍音についてはまず最初に説明するんですが金についてということで、えー、と倍音の補足をさせていただきます。 これから写真出すんですけどこちらの方はテレグラムで次郎さんという方のタルタリアジャパンそれから M チャンネルさんのデグラスジャパンというところより資料をいただいております金昔あれですかね前時代というんですかねこの結構戦争とか起こる前のまあ我々よくタルタリアの時代とかっていう言い方もするんですけれどもそういう前時代においてはこれ大きい金というのが町中に至るところにあったというような形です 日本においても夜の鐘ととかかで有名なこういういがありましたでその中で、まあ、戦争中結構ね昔のお話とかを語る時に戦時中とかっていうのが鉄が少ないから町中の金を集めたりだとかっていうようなことがあって町中から金ががななくなったというのがありますとで、まあそれを聞くとも兵器を使うのかなって想像するんですけどただただ金を没収したというような行為にはちょっと感じられます。 でそれからこちらの方も引用文なんですけど、えっと、1771年にベストというのが流行った中で、えっと、グレゴリー・オルゴフ伯爵という方がですね、えっと、24時間体制で鐘を鳴らしましたとで一緒のメロディーを鳴らすようにしてたということでその結果で鐘の振動が人を癒すことを知っていた鐘の振動が人を癒して死亡率が低下になったということになっています。こういうういい効果というのが今に通じる ものなんだと思うんですがこちら船瀬俊介さんの本とかでもまああったんですけれども倍音共鳴自然音で病病が癒や気が整ってしまうのかといった本が出ておりますまこの方を通してですね私も波動医学とかそういう音を周波数とかで元気になりますよということを 読んだりもしていますので、まあ、そういうういい何かかがあるののなというふうに思っております金の効果というのがまあ相当な効果があったと思うんですけれどもこちらの方を活用した全文明っていうのがあったのに対して今現在は封印されている現文明っていうことになってしまいますので、まあ、封印をちょっとでも解くことによっていいことって結構多いのかなというふうに思っております。で さらにこちらの方はもうちょっと想像の世界で自分の想像を超えちゃうところなんですけれども音で浮く石っていうのが YouTube 画像であったりですとかあとそれからこちら以前のえと動画え中村幸三さんタイラーさんと。 モデッチさんとか前田おじさんが対談してる動画というのがありましてそちらの画像でしかちょっと見てないんですけれども筋肉質の男2人がバイオリンを弾いてる後,後ろで巨石が浮いて建物を建ててるっていうような絵があったりしました。 それからまあ魔敵ということで、えー、とモーツァルトの有名なオペラ「魔敵笛が」が、まあ、魔力を持っていますよとか笛の呪文とかっていうおとけ話がいろいろあったりしますので、まあ、結構音っていうのは知ればもしかしたら癒しの効果以上の魔法魔術が音にあるのではないかというふうに思います。 こちらって単純な話なんですけどカラオケとか行った時に音の高さって調整しますよねでそれで音をまあちょっと高自分の歌いやすい音に高さ調整するっていうこと行為すると思うんですけどあれってそのまま周波数の調整ということになります。こちらの方周波数については、まあ、ここのところ科学的根拠がないというのを最初に言っておきたいんですけれども良いとされる周波数と悪いとされる周波数というのがあります。 でよく言われるのがソルフェジオ周波数それから 432Hz あとさらに3で割り切れる周波数なんかもいいと言われたりします。で悪いとされる周波数が 440Hz でこちらの方が国際標準の周波数となっているという現状でございます。 上周波数なんですけれどもこちらの方は人の心と体に良い効果を得るっていうことみたいで「で旧約聖書」の「民数記7章」の数値から発見されたと言われます。まあ、これも一応そういうサイトがあるのでこことここを取ると396だよとか417だよとかそういった数字の取り方というのが分かったんですけど、まあ、それがなぜ周波数と結びつくのかなというのが私はちょっとまだ分かってはいないんですけど一応聖書の中でこちらの数値が発見されると言われております。 でソルフェジョの特徴というのが 174Hz から 963Hz まであるんですけれどもこちらの方いろいろ見てて思うのが苦痛の軽減や安定とか528基本とつながる癒しの周波数396罪トラウマ恐怖からの解放とかあと963なんかは高次元宇宙意識とつながるということでなんかこういうまあこ,これってサイトをいろんなホームページに見ればいろいろこういうこと書いてあるんですけど。 正直自分の感覚ではこれピンとこないんですねなかなかその音を聞いたからこの目覚めだとか直径が湧いたとか高次元宇宙意識とつながってるんだっていう感覚なくて少しここまでだと周波数がいいっていうのまでいかないんですけれどもまあただこの周波数がいいというふうには言われております。で次ににですね周波数について 4 3 2ヘルツというのもまた特別の周波数になるみたいでご存知アドルフ・シュタイナーそれからイタリアの作曲家のヴェルディですねこちらの方が共通して4 3 2ヘルツが一番自然と調和の取れる音とか人間の内耳は 432Hz ように形成されてるんだよということを言っております。あ ここんところで432がいいって言ってるから、前日のソルフェジオ周波数と同じだったらいいんですけど、実はソルフェジオ周波数の432付近は417ヘルツということになってイコールではないんですね。で、この差っていうのが正直わかんないんですけど、差が 15hz でまあ、3で割り切れる周波数もまあ良いとされているようなので、まあ、このまあ、どちらもいいということでいいのかな？というふうには考え思っております。で。 こっからがまた余計さらにまあ陰謀論という,いう状態になっちゃうかなという思うんですけど、世界標準の周波数 440hz について話していきたいと思います。えっと先ほどのシュタイナーが言っているんですけども、悪魔の周波数とも言われております。で、国際標準ピッチと言われているんですが、まあ、こちらの方をなぜ国際標準としたのかというのが、まあ陰謀論的内容になるんですけれどもご紹介します。 えっと、ロックフェラーやロスチャイルドといった金融マフィアが人々を洗脳しやすい状態にさせるえさらに、まあ、デビルトーン、まあ、これも悪魔の手話ですねデビルトーンと言われ人々を洗脳しやすい状況に持ち込み攻撃性を増加させ不安定にさせ脳を萎縮させるとでさらにミツバチの前で鳴らすと蜂が攻撃的になるよとかそれから 440Hz が正式に国際基準になった直後からロックっとい ロック音楽の時代が始まりロックミュージシャンが自殺する確率は普通の人の7倍だというようなことも言われております。でこちらもちょっと重複しちゃうんですかねナチス・ドイツが推奨したロックフェラー財団による資金提供で確立された集団ヒステリーを作り出すことが判明だよというようなことを言われていてまあいろいろこういうことを言われていて、まあ、これってまあいろいろ反論するっていうかねいろいろ賛否あるところなんですけれどもどうしても今 えと真実というか最近のい,いろいろなことを聞くといろいろなものをあらゆる角度から支配されてるって言っててでロックフェラーがと言われちゃうと私などは結構まあ信じやすいこっち側のやっぱりそうなのかなというふうに思ってるというような立場になってしまいます。でこちら執権なんですけども戦,戦争中に金を没収されたということと4っ、えー、と四百 の世界標準化はまあ音からののの支配というう意味で同じじ行為のように感じま,すまあそう金の没収っていうのがえまあ金のね倍音あていろいろ響くっていうことでこう病気が治るとかって言われていて 440Hz で暗くなっちゃうっていうのをあえてその選んでるっていうことがまあ世界をどんよりした空気にしてるっていうことになってしまってるのかなというふうに思います。で 現在のピッチということなんですけどこちらの方も私が今群馬交響楽団の演奏とか生で聴くということもありまして日本のオーケストラ、まあ、群馬交響楽団のピッチって何なのとかっていうのはちょっと関係者の方にちょっと聞く機会があったんですけど群馬交響楽団はじめ日本のオーケストラは今 442Hz ということで統一されているようですでそれからですね世界標準という 440Hz がまあピッピポップスミュージックとかジャズ それからロックとかあとアメリカのオーケストラとかっていうのがみんな 440Hz で統一されてますと 440Hz が昔で442が今というような記述もあるホームページでありましたのでもしかしたらアメリカも442とかっていうのも今後あるのかもしれませんだから日常の音楽はほとんどが 440Hz ってことになってしまうのかなと思いますで一方でですねここの世界表示ににだわらずに いい周波数で、まあ、周波数にこだわって演奏し続けたというのがカラヤンだということが最近分かりました、えっと、446Hz っていうと先ほどのソルフェジオ周波数っていうのと,とかいい周波数とは全く関係ないんですけれどもここで 440Hz で合わせると実際の演奏時にはややピッチダウンしちゃうとそういう性質があるからちょうど 444Hz が現れると。 でこの 444Hz もまだソルフェジオ周波数とかい、e、い周波数って言ってたものではないんですけれどもうん、うん、で 444Hz を気温を「ら」でチューニングした場合というのは 528Hz のソルフェジオ周波数の度が現れるというような状況になります。うんうん、まあカレアンの CD っていうのもいくつか機械あるんですけどで私がちょっと自前の音差というのが。 あるんですけれども、で自,自前というかえっとメルカリでまあそんなに高いものではないのを買ったんですけど、それで528ヘルツの音差で彼らの音楽を聴いてるとあ随所で同じところあるからあ確かにそうなんだなというふうに感じております。お周り結構賑やかですね。円周りが今遠足で子供たち園児たちが来てますね。 これもまたいいですよね。最高です、ねこれね、はい、うん。はい。で,音に,ついてで音について続けますね。はい、クラシック CD でカレアンの式とタナシキさんの比較ということで私の体感試験ということで、うん、報告しますが、えっ、うん、とカレアンカレアンの場合は軽やかで明るいとかまあ数曲もここもかん完全に自分の意見なんですけど気分が良くなってますと。うん 440Hz、まあ、アメリカのオーケストラとかの方で結構名演だとかって言われるものをこ比較して聞いちゃうとどんよよりり暗いといとうような感じがありますでこれね昔の記憶だったんですけどアメリカのオーケストラだと重厚感あるとかって言われていてでカラヤンはちょっと軽いんだよとかっていう逆にアンチのコメントがあったりしてそうどっちがいい悪いっていうふうに。 思ってなかったんですけど最近自分がまあこ周波数とか調べていて気分的にもやや軽くなってきてるのかカラヤンが圧倒的に良くて今まで聴いてたらいいと思ってた CD がちょっと重たいなと思うようになったので最近一気になんかそうは言ってもスピーカー音で周波数なんですけれどもこのスピーカー音というのは、えっと、倍音効果というのがないんですね。 バイオン効果がないということはその気温でどうだったらどのその1つの音しか聞こえないというような状況になっててその気温だけがいい周波数であってその発生する振動で発生する多くの音というのが、まあ、スピーカー音からでは聞けないというふうになるから、まあ、一定の効果なんだよということになります、まあ、そちらの方もご了解ください。最後なんですけど 自然音を多く聞くのが良いので日常で自然音人工音ではなくて自然音を聞くというのがいいんですけれども人工音ばかりでばかりっていうので、えー、自然を聞く機会っていうのは少ないのが現状なのかなと思います。でそこで提案なんですけれども声っていうのはまさに一番の自然の音なんですね。で声には倍音があります自自分自身を楽器とと見立てることができます。 倍音もちょっと調べると、えっと、人それぞれで違ういろんな倍音があってでその倍音の性質によって歌手の歌の味っていうのがいっぱいあるみたいなのでそれで場合によったらそれで倍音を見てあれ売れる売れないなんていう判断をしたりとかっていう,いうのがあるらしいですねそういう人によってまあ倍音が違うまあでもいずれにしても、まあ、倍音がある自然音だというふうに大きく捉えればいいと思うんですが声はそれだけ重要なので家族とか気の合う人たちとまあ 思いいいいやりののあるる楽しし会話ををて自然をの交換をすることがいいんではないいかと思いますさらになんですけど本来雑談っていうのはとても簡単な話でも当たり前の話なんですけどここ数年もマスク着用があってそれから黙食しましょうだとか雑談ができない環境っていうのがまあ,あって気楽に雑談できなくなっちゃってますねでこちらの方がまあコロナ禍のまあ陰謀っていうふうになってしまうのかなというふうに私は思ってます。 でそういう環境をなんとか破っていっぱい雑談して元気に健康でいてほしいなと思います。で、まあ、またこれもまた違う話なんですけどマスクっていうのがどうしても息苦しいので、まあ、マスクなしで大きな呼吸するっていうと、まあ、そちらの方もより気が良くなって元気になる要素なのかなというふうには思ってます。またこちらも波動の話になっちゃうんですけれどもせっかくの会話でも悪口とか罵り合いとかしてしまうと今回のテーマとは違いますが波動が下がり 気分が重くなるっていうようなことになりますので、波動上がる気分良くなる思いやりある会話を心がけた言葉の温浴がいいのかなというふうに思います。最後また生意気なことを言っちゃうんですけど、最近バラエティとかでえっとサブとかカンダーとかって言ってまあ人がなんかちょっと言い間違いとかそういうのに結構厳しいような風潮があるようにちょっと思っていて、で結構ね変なダジャレとか、まあ よく言うだおやギャグみたいなのって言いづらいような雰囲気っていうのがあるような気がするんですけどそういうのを気にせずに、まあ、全部そこら辺許容して楽しい会話するっていう方がよっぽど健康なのかなって思うので、まあ、気にしないでいてほしいなっていうふうに思っております。まあ、私かららっていいいううのがが以上にななるんですけどもままままとまらない中ちょっと中失礼しししたた、はい、ありがとうございました、はい